コミックブリーゼ。なんで俺たちがあんな女送り届けるためにレンロット公爵寮まで行かなきゃなんねんだよ。仕方ねえだろ、命令なんだから。でもよ、五国の大魔道士として名高いレンロット公爵といえど、今は曰くつきだろ。なんでも先の戦いで呪いを受けておぞましい化け物の姿に変えられちまったって話じゃないか。俺たちにまで呪いが移っちまったらどうすんだよ。大丈夫だって、シスターナお嬢様からお守りをもらってるだろ。だけどよ、呪われ公爵様のお屋敷じゃ呪いが感染するってんで、下働きも召使いもみんな逃げ出しちまったんだって話だぜ。そんなもん噂だよ噂。ねえお姉ちゃん。ねえってば。え、私どうしてそんなに髪が短いの？女の子の髪が短いのは変かな。そんなことないけど、お姉ちゃんは髪が長い方が可愛いと思うよ。似合ってないか。公爵様もお気に召さないかしら。あら、お姉様。腰入れをするのに毛先が傷んでいて見苦しいわ。私が切ってあげる。これもやっぱりシスターナの嫌がらせだったのかな。あんな化け物公爵と結婚なんて絶対に嫌。そうよ、お姉様ならお似合いよね。代わりにお姉様の婚約者は私がもらってあげるわ。ナドル様だってお姉様なんかより私の方がいいでしょ。もちろんだよ、僕の天使ちゃん。第一、僕が伯爵家の霊嬢と婚約したのは麗しのシスターナと愛し合うため。いつからこの僕が君みたいな魔法も使えない貧相な使用人女と婚約すると考えていた。思い上がりも甚だしいぞ。もう、本来は花嫁側が負担するはずの結納金が不要ですって。さらに公爵家と縁を結ぶことができれば。ねえあなた。こんなにいい縁談を断るなどもってのほかです。格上の公爵家が相手なのだから、長子であるミルティアが嫁ぐのは当然のこと。当家にはシスターナがおりますもの。ナドル殿も私の可愛いシスターナとの縁談に乗り気ですし、何の問題もないでしょ。それもそうだね、ババンレーヌ。あ、ミルティア、すぐにでも準備してレンロット公爵家に向かうのだ。粗相のないようになさい。あなたはグズで呪まで、やることなすこと非常識なのだから。はい、お父様、お母様。ミルティア・リラン様、長旅お疲れ様でした。どうぞこちらへ。魔導人形ばかりだ。噂通り人が誰もいないのね。ここがこれからのあなたの部屋です。ありがとうございます。え、こんな上等なお部屋。私の部屋だった地下倉庫の一角とはすごいさ。こんなボロボロの荷物どこに置けば。荷物を置いたらついてきなさい。間もなく主が来られます。ここでひざまずき、頭を垂れて主の到着を待ちなさい。お声をかけられ指示があるまで、顔を上げても声を発してもいけません。海の香り、なんだろう。ここは実家とは違って海からは離れているはずなのに。あなたがリラン伯爵家から来たという娘ですか。はい、
ミルティア・リランと申します。あなたはいつまでそうしているつもりですか、はあ、バードラ、彼女に何を命じたのですか。はい、旦那様、ここでひざまずき頭を垂れて主の到着を待ちなさい。お声をかけられ、指示があるまで顔を上げても声を発してもいけませんと命じてあります。なるほど、あなたはそれを忠実に実行しているわけですね。ミルティア、私の問いに答えなさい。はい、さようでございます。ふん、魔導人形の発言にすら忠実に答えることで従順なふりをしているつもりですか。この私が世間から何と呼ばれているか知っているでしょう。呪われ公爵。その妻となる気があるのなら顔を上げて私をご覧なさい。これらは海の中に巣くう悪魔と呼ばれる生き物です。シャコにナマコ、それに青黒いタコのようなお顔立ち。私は呪いのせいでこういった異物が体の至るところから湧き出る体質なんですよ。でもところどころに人間の面影もあるわ。どうです、恐ろしさに声も出ませんか。いえ、申し訳ございません。公爵様の腕からまた何か生えてきたわ。タコ、確かにこれは呪われ公爵と噂されるだけのことはあるかも。ああ、そうだ、私の妻となる気があるのなら、この呪いを食ってみせなさい。呪われ公爵の妻となるんです。それくらいできますよね。またそうやって奥方を試すことを。湧き出た呪いを貼り付けられて顔色を変えない女性など今までおりません。じきに破談の申し込みが。化け物を素手で引き剥がした。あれは吸い付くとなかなか取れないのですよ。見れば見るほど新鮮なタコ。あの、はい、調理場をお借りすることはできますでしょうか。